どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、南関東ブロックの東京、神奈川、千葉、埼玉の2020年度問71から問80までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問71番です。引き続き第3章のとこですね。少しずつ難しくなってきておりますので、皆さん頑張っていきましょうね。漢方薬もいっぱい入ってますね。はい、次の表は、ある一般用医薬品の生産薬に含まれている成分の一覧である、この生産薬に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A は正解ですね。そして B、胃液分泌抑制成分は含まれていないよとあるんですけど、胃液分泌抑制成分、胃液を分泌させないものですよね。はい、これは、抗コリン成分が、胃液分泌を抑制する働きがありましたので、なので、抗コリン成分が含まれているか含まれてないかというところでは、そうですよね。含まれておりますよね。ということで、一番下にロートエキス、これ抗コリン成分ですので、胃液分泌抑制成分含まれておりますから B×になります。それから C、アルミニウムを含む成分は含まれていないよとあるんですけど、アルミニウムを含んでいる成分、特にですね、アルミニウムって書いてないものが何個かありました。なので、そうなんですよ。含まれてるんですよ。何かというと、上から2つ目のアルジオキサ。アルジオキサは、アルミニウムのアルという字がちょっと入ってるので、これアルミニウム含まれてるんですよ。それから、合成ヒドロタルサイト。これもアルミニウムって言葉は見当たらないんですが、ただ合成ヒドロタル、タール、タル、アル、アルミニウムみたいな感じでアルミニウム入ってますから、ということで合成ヒドロタルサイトもこれアルミニウム製剤になります。ということで、2つアルミニウム含んでおりますので、C は誤りとなります。はい、ということで、答えは3番が正解となります。はい。ということで大丈夫でしょうか。では次行きましょう。問72番です。胃の薬及びその配合成分に関する次の記述の整合について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは2番が正解となります。A、センブリは苦味による権威作用を期待して用いられるほか、日本薬局法主催のセンブリ松は、射下薬として、用いられてますよとあるんですが、これ射下薬じゃないですよね。センブリに関しては、これ、死者薬。下痢を止めていく働きがあるものなので、全く真逆になっちゃいますから、A は誤りです。それから B、ユータン、なんか可愛らしい名前ですよね。で、このユータンは、クマ科のヒグマ、そうですね。そして、その、舌を乾燥したものを起源とする生薬で、香りによる、権威作用を期待して用いられますよ、とあるんですが、これ、違いますよね。そう。これ、ユータンというのは、舌じゃないですよね。そう。胆のうですよね。胆のうの胆汁を乾燥させたものとなってきます。はい。ということで、さらに、香りではなく苦味がありますので、この2点のところが違っておりますので、B は誤りとなります。はい。それから C、人参糖は、人参というのは高麗人参とか、朝鮮人参など元気が出る人参なので、疲れやすい、それから冷えやすい人をね、疲れ元気にさせてくれますので C、正解となります。はい。それから D、変異酸は、ということで、体力中等度以下で、腹部筋肉が弛緩する傾向にあるということで、腹部筋肉、お腹の筋肉が弛緩、緩むということは、これ力入んないんですよ。なんでかというと、冷えちゃってるんですね。冷えちゃってるから力が入らないということは、冷たいものをガンガンお腹の中に入れてしまってるような方に対して、ここ該当してきますから、なので、それ変異酸ではないです。そうなんですよ。これ、ヘイさんというのは、こちらにも書かせていただきました。ヘイさんは食べ過ぎに使っていきますので、ものすごくもう食べ放題でガンガン食べちゃいましたっていうのはヘイさんにすごくいいんですが、今回のこの記述に関しては、腹部筋肉が弛緩というのは冷えちゃってる人なので、冷えてる人に対してはアンチュウ酸を使っていきますので、こちら、
D は誤りとなります。はい、ということで答えは2番が正解でした。はい、では次に行きましょう。問い73番です。腸の薬の配合成分とその作用に関する組み合わせの成分について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番となります。A と D が違うんですけど、ロペラミドというのは、これ、ロペラミドは、射下薬じゃないですよね。そう。死者薬でした。そして、D のヒマシューは死者薬じゃなく、射下薬になりますので、これ、A と D の作用が逆になれば、これ正解になりますよね。はい。ということで、このあたりしっかりと見極めていきましょう。ということで、答えは2番が正解となります。はい、では次行きましょう。問い74番です。胃腸鎮痛鎮痙薬の配合成分に関する次の記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。 A ジサイクロミンは交感神経の伝達物質であるアドレナリンと受容体の反応を妨げることで胃痛、腹痛を沈めますよとあるんですが、これ違いますよね。ジサイクロミンというのは前のホワイトボードを書かせていただきました。抗コリン成分です。そうなんですよ。抗コリン成分ということは、副交感神経を抑制する働きがあります。なので、副交感神経に働く物質というのは、アセチルコリンになりますから、なので結構いろいろ違いますよね。交感神経じゃないし、これ副交感神経になりますよね。そう。それからアドレナリン等とかじゃなくて、アセチルコリンだったらいいのかなと思いますので、なので、ここ A は誤りとなります。もう一度確認していきましょう。はい。それから B、パパベリンなんですが、こちらは自律神経を介して胃腸の痙攣を鎮める抗コリン成分であり、副作用として眼圧を上昇させますよとあるんですが、これ誤りです。何かというと、パパベリンはそもそも抗コリン成分ではありません。そうなんですよ。パパベリンは抗コリン、でもややこしいんですよ。何かというと、まずパパベリンというのは、こちら前のホワイトボード見ていただきますと、消化管の平滑筋に直接働いていきます。そうなんですよ。消化管の平滑筋に直接働くので、自律神経を介したものではありません。そう。なので、これ、抗コリン成分じゃないんですよ。ただし、後半の副作用として、眼圧を上昇させていく働きっていうのがあるので、ここ、抗コリン成分と間違いやすいので気をつけてください。よくこういう引っ掛け問題出てきますのでね、気をつけておきましょうね。ということで B は誤りです。はい、そして C と D は正解となりますので、5番が正解となりました。では次行きましょう。問い75番です。肝腸薬及びその配合成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A、B が誤りですね。A は肝腸薬は繰り返して使用しても直腸の感受性の低下は生じないよ。繰り返し使っちゃいますと感受性低下しちゃいますから A は誤りとなります。はい、それから B、 ビサコジルなんですけど、直腸内で徐々に分解して炭酸ガスの微細な気泡を発生させることで直腸を刺激する作用を期待して用いられますよとあるんですけど、この記述これ違います。これ炭酸水素ナトリウムの記述になっちゃうんですよ。炭酸水素ナトリウムの記述ですね。なので、ビサコジルって何かというと、前のホワイトボード見ていただきますと、大腸のところの結腸や直腸の粘膜を刺激していく働きがありますので、なので違うんですよ。だから、例えば炭酸ガスってシュワ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 ってなりますよね。そうなんですよ。炭酸水素ナトリウムって重曹とか100円ショップとかで売ってますよね。シュワシュワ、お風呂の中とかにも入れたりとか、シュワシュワシュワってなりますから、なのでそういったところで炭酸水素ナトリウム、重曹とかね、炭酸ガス発生するんだなっていうところで、しっかりとつなげておきましょう。はい、C、D は正解となりますので、2番が正解となりました。では次行きましょう。問い76番です。心臓などの器官や血液に作用する薬、およびその配合成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A、B、C は正解です。そして D、量計十管糖なんですけど、強心作用が期待されている生薬を含み、含まないです。なので、強心作用と利尿増加
ごめんなさい、尿量増加作用によりということで、強心作用はないです。尿量増加作用があります。何かというと、量経十間糖っていうのは、それぞれの生薬の頭文字が入ってます。量経の量は、伏量の量ですね。そして、経は、これは、経費の経。術は、白術や槽術の術。そして、肝は、肝臓の肝という形になりますので、強心作用のある生薬は含まれておりません。ということで、この強心薬のところ、もう一度ですね、その強心作用がある、生薬とかを確認していただきたいなと思いますので、ぜひぜひこのあたりもう一度確認しておきましょう。はい。ということで、D は誤りとなりまして、3番が正解となりました。では、次行きましょう。問い77番です。高コレステロール改善薬の配合成分に関する次の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。で、A は正解、それから B、リノール酸は末梢組織におけるコレステロールの吸収を抑えることを主な目的として配合されますよとあるんですが、これ違いますね。これ何かというと、リノール酸というのは、肝臓におけるコレステロールの代謝を促していく働きがあります。はい。だから、まず皆さんに覚えていただきたいのは、リノール酸は肝臓に働くんだな、というところ。そうなんですよ。そして、コレステロールの代謝に、大きく関係してきますので、これ例えば代謝を促す、これを代謝を抑制するとかって言ってきても、これも罰だとなんとなくわかりますよね。コレステロール体にガンガン溜めますよって言ったら違いますから。だから、まあ、ちょっと外れちゃいましたけど、今回このリノール酸っていうのはこういう働きがありますので、しっかりともう一度確認をしておいてあげてください。はい。ということで、B は誤り。そして C は正解。そして D です。リボフラビンは、コレステロールからの過酸化脂質の生成を抑えるほか、末梢血行における血行促進作用とかっていう働きがあるんですが、これ違いますよね。リボフラビンというのはビタミン B2 ですよね。そうですね。そうなんですよ。ビタミン B2 なので、ビタミン B2 のリボフラビン、一応こちらね、働きちょっと書かせていただきました。コレステロールの、整合性を抑制したりとか、それから排泄、そして以下を、促進していく働きがあります。なので、この点ですね、十分に気をつけておきましょう。まあ、あと他もいろいろあります。例えば中性脂肪を抑制する働きだったりとか、あとは過酸化脂質の分解作用だったりとか、そういう働きがあるので、いろいろ働きがあるので、リボフラビンちょっと覚えるの大変です。で、今回ここに書いてある記述に関しては、血行を促進するよとか、あとはコレステロールからの過酸化脂質の生成を抑えるっていうのは、これ過酸化脂質っていうのは、過剰に酸化した脂質ですから、要は酸化を抑える働きがあるよっていうことで、抗酸化作用があり、血行を促進していく働きがあるのは、これはビタミン E の記述ですよね。ビタミン E です。そうですよね。はい。だから、そのあたり、もう一度ですね、確認しておきましょうね。ということで、D は誤り。なので、答えは2番が正解となりました。では、次行きましょう。問い78番です。貧血用薬及びその配合成分に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A、ビタミン B12 は、消化管内で鉄が吸収されやすい状態に保つことを目的として用いられますよとあるんですが、鉄が吸収されやすくするのは、これはビタミン B12 ではなく、ビタミン C の記述になります。なので、ビタミン B12、前にもちょっと書かせていただきました。赤血球の形成に大きく働いていく働き、作用がありますので、なので、簡単に言うと赤血球を作る材料として、ビタミン B12 っていうのが使われておりますので、ぜひぜひここで改めて押さえておきましょう。はい。そして B は正解。そして C なんですが、こちら、鉄製剤はですね、服用の前後30分にタンニン酸を含む飲食物を、摂取するとタンニン酸をと反応して鉄の吸収が良くなりますよとあるので、ガンガン飲みましょう。違いますよね。ごめんなさいね。はい。なので、ここ、良くなるのではなく、悪くなっちゃいますから、特にここ気をつけていただき、さらにタンニン酸というところも、他のなんとか酸、アスコルビン酸だったりとか、ニコチン酸だったりとか、いろんなもので引っ掛けてきますから、十分に気をつけておきましょう。
ましょうね。はい、ということで C は誤りとなります。そして D は正解なので答えは4番が正解となりました。では次行きましょう。問い79番です。循環器用薬及びその配合成分に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は、七物効果糖は体力中等度以上で脳卒気味で顔面好調し、精神不安、溝落ちの使え、便秘傾向などのあるものの高血圧の随伴症状とかって書いてあるんですけど、こちらはですね、この記述に関しては、こう特に、のぼせ気味で顔面好調しとか、そして高血圧の随伴症状というところで見極めていただきたいんですけど、そこで見極めていくと、これは三黄写真糖の記述になります。三黄写真糖ですね。三つの黄色い生薬が入っておりまして、これのぼせ気味とかこう冷やしていく働きがあるので、そういったところでつなげといていただきたいと思います。そして、七物効果糖に関してもこちら書かせていただきました。顔色が悪くてとかそういうところで見極めていただきたいです。そして、今回書いてあるように高血圧の随伴症状、これもですね、高血圧の随伴症状、この三黄写真糖とよく似てます。ただ、見極めるポイントとしては、顔色が悪いのかとか、それから、今回書いてあるのは、のぼせ気味で顔面好調、逆に顔色がものすごく赤くなってるのか、顔色が悪いのかっていうところで、しっかりと見極めていただきたいなと思いますので、A は誤りとなります。そして B と C は正解なので、5番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い80番です。地の薬及びその配合成分に関する次の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A、B、C は正解ですね。そして D、球気境外糖なんですが、これ体力中等度以上で大便が硬く、便秘傾向のあるものの自覚などにテキストされているとあるんですけど、これ基本的な地のお薬に対しての内容なので、これお辻糖の記述になります。お辻糖ですね。はい。だから、これ、球気境外糖ってどんな働きがあるのかというと、球気境外糖はこれ地のお薬なんですが、それに、女性疾患、婦人科系の疾患が何か書いてある、必要があります。例えば貧血だったりとか、あとは、月経異常だったりとか、そういった、地の薬に婦人科系の、内容が書いてあるようなものであれば、こちらの球気境外糖になりますので、なので D は誤りとなります。はい。ということで答えは1番が正解となりました。はい、ということで、結構漢方薬、生薬出てきておりましたね。なので、もう一度漢方薬、生薬に関してはですね、今後もどんどん、出題するのが増えてきますので、ぜひそういったところではもう一度漢方、生薬ですね、しっかりと振り返っていただき、あとはこういった成分ですね、見逃しがちなところもたくさんございますので、ただマニアックなものじゃないですよ、よく出てきますから、ぜひぜひこのあたりしっかりと復習できるようにしておきましょう。はい、ということでここまで動画がいいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アットなどに登録していただきますと質問などをお受けしておりますのでご登録いただければと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。